ゃあ今度こそ時間ですので、始めたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日はまあ、やらないかということで、まあ、ウホっていうか、ウホいい翻訳っていうのもあれなんですけど、まあ、翻訳しましょうっていう話です。で、なんですけどね、今日これ時間割り後から決まったんですよね。オープンソースチャンネルの、やつってのがですね、そうそう、最初時間割にはこれ調整中とか言って書いてあったのが、後になって同じコマの時間のコマにこの入っていたと。で、首謀者のミンキーさんからもなんか突然ごめんなさいとか言われて、何事かと思ったら、まあそういうことだという、これですね、こういうのがやっててまして、で、なのであっちはまあ100名の店員が満席になってるところなんですけどまあこっちは今日は20人ぐらいの事前登録があったということで、あ、資料を持ってください、はい、そうか、まったりとやりたいと思います。っていうか、わざわざその、あれですね、その、3種類あるので、その、はい、そのチャンフのセミナーを蹴ってまでこのセミナーを聞きに来てくれたということは、多分皆さん翻訳にものすごい関心があるんだろうというふうに思ってますので、ぜひですね、どこか翻訳をやっていただきたいと。まあ声優なんか知らんわっていう方もいるかもしれませんが、で、まあ、翻訳やろうぞというお話です。で、翻訳、一口の翻訳といってもちょっといろいろなものの翻訳があるわけですね。で、ちょっと今日のそのセミナーの案内にも詳しく書いてないんですけど、ちょっとあれちょっと100文字までという文字制限があるっていうのがあるんですが、翻訳にもいろいろある中で、今日は何をやるかというと、ユーザーインターフェースの翻訳なんです。まあ、普通よくもオープンソース関係の翻訳って言ってイメージするものっていうと、割とドキュメントの翻訳って人が多いと思うんですけれども、ドキュメントの翻訳ってまあどんなものがあるかというと、例えばユニックス系の OS ですとですね、何か分かんないことがあったらこう間を引くっていうのが基本ですよね。Google 様に聞くとか、そんなことは間違ってもありえんと思っておりますけれどもで、このマンページ、まあ、とても便利なものなんですけど、例えば、まあ、マニュアルによってはちゃんと日本語があるという、こういうものとかですね、あるいは、まあ、こんな感じのヘルプが出たりとか、他にもウェブページがあったりとか、いろんなドキュメントがあります。で、こういうものがこう日本語に翻訳されているおかげで、我々は安心してこの Ubuntu を使えるのかどうかはあれなんですが、今日は実はそういう話ではありません。そういうのを期待して来られた方がいらっしゃったら申し訳ございません。今日やるのはどういうのかっていうとですね、今言ったようなドキュメントの翻訳じゃなくて、そのユーザーインターフェースの翻訳です。具体的に言うと、これ例えばこれは LibreOffice の画面ですけれども、この画面の中にいっぱいこうメニューがあったり、あと他にもエラーメッセージとか、いわゆるソフトを使っている上でいろいろユーザーに出てくる文字がある。で、そういうものなんですけど、例えば LibreOffice ですと、これ国際的な開発体制を取っていて、デフォルトではこう英語で全部表示されます。で、日本語を設定してやれば全部日本語になる。今日お話しするのはユーザーインターフェースの翻訳っていうのはこういった翻訳です。で、LibreOffice の場合はこれはせっせと翻訳する、まあ、エロい人がいるおかげでこう全部日本語になって使えていると。で、こうよくまあこういうイベントなんかでもですね、まあ、会津若松市が乗り換えたとか、四国だと四国中央市が乗り換えたとか、まあ、いろいろネタになってるんですけど、多分これこの英語のままではおそらくそういったところにも使ってもらえなかったであろうと。で、このようにこう日本語になっていると、まあ、ユーザーが増える。 そうするとですね、まあ、その中からひょっとしたら将来その、まあ、コミットしてくれる人が出てきたら嬉しいじゃないかみたいな、巡り巡って自分のためになるかもしれないので、皆さん翻訳しましょうというのが、まあですね、一応そういった思いで翻訳に手を出してもいいんじゃないかみたいないう感じで、ですので、いかがでしょうか皆さん。で、オープンソースソフトウェアっていうとちょっとあれなんですけど、要はフリーソフトウェアのいいところっていうのは、だから自由にいじれると。で、今言ったそのドキュメントとか翻訳に関してもそうなわけですね。その辺ソースコードが全部出ていて、で、当然自由にいじってよい、いじったものを自由に公開しても良いという、そういったものがあります。ですので、まあ、例えばこれ Ubuntu の画面ですけど、メッセージ全部 U にゃに書き換えても良いとで、こういったものは人にあげてもいいんですけど、で、あとはそういった成果を共有するですね。自分で書き換えたものを自由にばらまいて良いですし、まあ、ものによってはそれをまた開発元に還元してそれが取り込まれると、まあ、みんながそれを使うようになると。で、このウーニャは多分これ Ubuntu にこれ取り込んでって言ってもふざけんなって言われると思いますので、あれなんですけど、例えば何かこうソフトを使ってて翻訳日本語がおかしいというふうにですね思った時に、それをじゃあまともな翻訳に書き換えて、
それをフィードバックしてやると、まあ、多分みんな幸せになれるであろう、そういったようなことであります。で別にこれ翻訳に限った話じゃなくて普通の場面に関しても同じなんですけど、まあ、要はそのように自由にできて、で、まあ、改良にですねできるという、 それが、全部、なんだできるというのがすごい、まあ、便利なこと。でもそれは単にライセンスの話であって、プロジェクトによってその開発体制が全然オープンになってないようなところもありますんで、そのうまいことそのようにできないものもあるかとは思いますが、まあ、そうできるものはしませんかっていう、そういうお話です。なんか引っかかったらもうそこはバグ報告しましょう。修正されると、まあ、次のバージョンぐらいでそのまともな日本語になってて自分も嬉しいし、そのソフトとか他の人もまあ幸せになれるんじゃないだろうかというたことでございます。まあ、それが超重要で、ちょっと簡単にそのよく使う用語とかですね言うんですけど、まあ、このように何か知らんけどアルファベットの間に数字が挟まったような言葉が、まあ、この界隈ですとよく出てきたりします。国際化と言ってますね。I と N の間に18文字あるから I18N と書く。で今時のそのこういう、まあ、普通の人が使うようなアプリケーションですと大体国際化対応されてますので、何も考えなくてもこう日本語で使える。例えばちょっとこの中で、あれですかね、ユニックス系の OS 使ってる方どのぐらいいらっしゃいますか、挙手。残りの方はあれですかね、Mac も今 Mac もユニックス系じゃん、どういうことこれ。Windows ですか。そうですか、申し訳ございません。Windows でも例えばそのオープンソースなものでいうとその GIMP とか Inkscape とか まあ、あるんですけど、ああいうのも、英語版とか日本語版っていう区別はないんですね。全世界共通のものを落としてきて、それを日本語環境で起動すれば日本語になる、英語環境で起動すれば英語になるという、そういうふうにできてます。でそれは国際化されてるからでありまして、これすごいありがたいことなんですね。何がありがたいか、そのプログラムの本体とそれからそういう翻訳がまあ分きっちり分離されているので、さっき言ったようなですね、日本語環境で日本語を表示するみたいなことがまあきれいにできると。でもしそのように分離されていなかったとする、まあ、どういうことかっていうと、っていうかまあもう20年ぐらい前ですとそのように分離されていなかったので、まあ、海外のアプリケーションを日本語化しようとするっていう作業がまあかなりそのいろいろあったということですね。例えばまあこのプリント F 松屋などとか書いてあるっていうか、松屋ってローマ字で日本語じゃんとかいう、そういう話がちょっと今まで気づいてなかったですまあまあ英語で何かあったとするんですけどね。でこういうハードコードされたメッセージをその直接書き換えて無理やり日本語にする、そういったことをやったりしてました。JNET ハックなんかもそんな感じです。でこういうふうに、やってるといろいろ問題もあるわけです。まあ、別にメッセージを書き換えれば済むだけの話じゃなくて、まあ、そもそもマルチバイト文字に対応してないとかそういった話こともやらなきゃいけないとか、あるんですけど、そのメッセージの書き換えに関してでもですね、もうそのプログラムのコードを直接いじりますので、やはりまあ、敷居が高いとか、あるいはそのオープンソースのソフトウェアっていうのはその原文がガンガン更新されていくので、それとじゃあそれに合わせて訳を更新しようとすると大変死ねます。どのように死ねるかっていうと、さっきみたいにハードコード、もうメッセージがハードコードされたそのプログラムそのものをこのマージしなきゃいけないと。でそれとその大体この DIFF とかマージみたいな業種項のですねツールだとうまいこと扱えなくてやっぱり死ぬとかあったりとかですね。あと元々最初からあった英語版とは別物になっちゃうわけですね、書き換えた上でとか。まあ、その辺がとても気持ち悪いということでですね、そのメッセージを分離しましょうと。今時、国際化の手法もいくつかあるんですけど、その GNOME とかなんとかで割とまあ普及しているやり方のとしてそのゲットテキストというのがあります。どのようになっているかというと、まあ、printf の例で言えばそのメッセージですね、もう国際化の代表のメッセージをまあこんな下線でこうくくるだけというふうになっております。まあ、これは単にゲットテキストって関数を書きやすくしてるだけなんですけど、これやるとまあ松屋などここには書いてあるんですけれども、このプログラム本体とは別に、メッセージカタログというのをその言語ごとに用意してやるですね。原文が、まあ、ローマ字の松屋など、そしてこう漢字で松屋などと、日本語の場合は、まあ、このような対応だというファイルを用意してやるわけです。でこういうのは、まあ、日本語だけじゃなくてフランス語だとドイツ語などいろいろありますけど、まあ、いろいろ対応できる。でこういうのを用意していると、
英語環境で起動したときには英語が出力されて、日本語環境で起動したときには日本語が出力されると、そういったプログラムがまあまあ作ることができます。でこれはまあ Get テキストというやつを使ってますけど、Get テキスト以外にもあのそういった国際化のフレームワークがいくつもあります。でメジャーどころでも例えばモジュラなんかは別なものを使ってます。なのでこのやり方が直接そのまま使えるわけではないんですけど、あの今言ったそのプログラムのコード本体とそれからメッセージを分離するというそういう基本的な考え方は同じですので、まあ、そこのところが分かればそういうゲットテキスト以外なものを使ったですね、まあ、例えばこの中であのモジュラが好きで好きでたまらんからモジュラ その翻訳を手伝いたいぜっていう方がいらっしゃれば、まあ、ぜひそこはやっていただきたいという感じですね。で翻訳、何を翻訳すればよいかということなんですけど、基本的には、まあ、自分が現によく使っていてよく知っているソフトとか何か自分が関心のあるジャンルのものとかそういったものにから手を出すことをお勧めする。なぜかというと、まあ、よく知らないものを翻訳するのは危険なわけですね。で自分が使っていないソフトを翻訳、ユーザーインターフェースの翻訳でいうとその実は結構難しい面がある。どういうことかというと、ちょっと実例を挙げて、まあ、説明します。これ GNOME バージョンっていうデスクトップ環境の GNOME についてくるそのゲームの一つです、っていうか日本語で言うと上海なんですけど、上海ってゲームは皆さんご存知ですかね。知らないって方は、はい、要はこのマージャンパイがいっぱい積み重なってて、で他のパイの下になってるとか、端っこにないパイっていうのは取れないんですよ。で、マージャンパイって同じやつが、まあ、4つ1つ1組でたくさんあるんですけど、同じ種類のパイを2個ずつ取ってこの山から取っていくと、そういうゲームです。でこの上海なんですけど、右上にですね、まあ、経過時間が表示されたり、あとここにムーブスレッドっていう何か数字が表示されてます。これ何かっていうと今言った通りその上海って取れる状態のパイと取れない状態のパイっていうのがある。なのでじゃあ取れるパイがどれだけあるのかっていうのをそのリアルタイムで表示してくれてるわけです。で、この上海ですとそのこの山からそのパイを取る動作のことをムーブと原文では言ってるんですね。でなのでその残りがあってムーブスレフトで15というふうにこう表示されてるんですけど、でじゃあこれ日本語でどう訳すかと、ここだと今取れるパイに組み替えてあるでまあ分かるかと思うんですね。このプログラムもやっぱメッセージカタログはこんな風に書かれてます。で、先ほどその自分がよく知らないソフトを訳しちゃい、まあ、危険だと言ったのがまあここでして、これは字面だけ見てこう左へ移動って訳した人がいるんですね。現にいるんですねこれが。でここちょっとこれここだけ取り出していますけど、実はその上にそのムーブスライトとかムーブスアップとかいって上へ移動とか右へ移動とかいうそれは正しい翻訳なんですけど、そういうメッセージも並んでたと。なのでそこで釣られてこれは左へ移動と訳したらしいという。でこのままこんなテキストのままわけで分かんなくなるですね。ということがあるので、で要はそれがどういう文脈で書かれているのか、それからあとこういうソフトウェア そのユーザーインターフェースっていうのは、まあ、割とこのスペースの制約とかありますので、結構原文もまあすごい短いメッセージで書かれてたりする、するとなおさら意味が取りづらいということがあるわけですね。ということでよく知らないソフトを翻訳するのはまあ危険だと。でじゃあでもその裏を返せば何かといえば、自分がよく知ってるソフトだったらそういった恐れはないわけですよね。翻訳するときこれはこういう場面でこういう場所でこういう意味で表示されるメッセージだって分かってれば、まあ、そんなおかしな訳を作ることもまあないであろうと。で文脈によってその、まあ、訳し分けが必要になる、ちょっと他にも、まあ、例えば同じ原文でもその使い分けなきゃいけない、オープンファイルズっていう原文がをどう訳すかってのをちょっと、まあ、またちょっと実例をもとに見ていきたいわけですが、これはGNOME のテキストエディターで新しいファイルを開こうとしているダイアログです。そのタイトルなんですけど、オープンファイルズと書いてある。で日本語だとまあファイルを開くですね。これもし前に見づらければお配りした紙にも同じものを印刷しておりますので、そちらをご覧ください。でまあ、ファイルを開くっていってこう、これ一部切り出してますけど、ファイルのリストが表示されるのでそこからまあ選ぶようになっております。でじゃあ同じメッセージなんですけど、GNOME の道具開発環境はアニュータというのがありまして、これだとどうなるかと、これでそのメニューから開くっていうのを選ぶと、これ下に
あれなんですね、リアルタイムでそのヘルプが表示されると。つまりその今選択しているメニューは何をするものかっていうのがまあここに表示されるんですけど、でここではこれファイルを開きますと書いてます。ファイル開くでなくてですね、 GNOME の場合はこれ見出しとかこうメニューの項目なんていうのはその、まあ、状態とか体現止めにするで、一方でこういうまあツールチップとかヘルプとかあるいはそのエラーメッセージの本文とかそういったものはデスマス調で書く、まあ、そういう慣習になってます。なので、メッセージがまあどういう状況で どのようなその表示されるかによってそこをちょっと訳し分けなきゃいけない。まあ、この場合オープンファイルしては意味は同じなんですけど、まあ、開くなのか開きますなのかという、そういった訳し分けが必要になってくると。でこれまあ今のは GNOME プロジェクトの話ですので、また他の翻訳プロジェクトだと違ってきたりします。であと意味も違ってくる例としては、GNOME システムモニターというですねソフトでがあるんですけど、それは今動いているそのプロセスがどんなファイルをオープンしているかっていうのを、調べることができる。でするとやっぱオープンファイル調べするこれ実はオープンしているファイルとかそういったことなので、ここでファイルを開くとかやっとまたわけわかんなくなるわけですね。まあ、そういったことがあるので、まあ、自分がよく知っているとかあるいは翻訳するにあたってはその実際にどのように表示されるかを、まあ、確認しながら翻訳するのがまあ安全であるということです。で、ちょっと今日の中で何か翻訳これから翻訳したいぜとか何かしようとしてるぜって方いらっしゃるんですかね。いらっしゃいますよねきっと、いるというふうに話しますけど翻訳プロジェクトっていうかそのオープンソース関係の翻訳プロジェクトっていうのは本当に星の数ほどあります。今GNOME っていうデスクトップ環境ってお話ししましたけれども、デスクトップ環境でも、まあ、GNOME 以外でもメジャーなものとしてはその KDE とか LXD とか XFC とかいろいろあって、でそれぞれが翻訳プロジェクトを持ってます。で他にもまあいろんなソフトがあって、そういう中には本当にもうその、まあ、GNOME とか KDE がすごいいろんなソフトの集まりなんですけど、まあ、本当に単体のソフトで翻訳プロジェクトがあるようなところもある。でそれだけじゃなくてそのディストリビューションの翻訳プロジェクトっていうのがあるわけですね。Linux ディストリビューションっていうのは例えばその Debian とか Ubuntu とか Gen2 とか Arch とかですね。やっぱちょっと今日は若者を経営するには Gen2 と Arch だと思っておりますけどでまあ、それだけじゃないですけど BSD 系で FreeBSD とか NetBSD とか OpenBSD とかあって、でそういうところにその含まれているソフトっていうのはこれ全部自前で開発したっていうわけでは、まあ、ないわけです。まあ、ちょっと Linux を例にとりますと、まずカーネルはもうっていうか Linux っていうのはカーネルですね。でそのカーネルだけではその OS としてその実用的に使えるものでないから、まあ、いろんなものを集めてきて、したっていうのが Linux ディストリビューションというものですけど、それと、まあ、例えば、まあ、標準 C ライブラリーっていうのは、まあ、GNU プロジェクトのもので、で、まあ、バッシュですね、シェルは、まあ、バッシュだったらその GNU プロジェクトですし、Core Utilities なんかも GNU プロジェクトっていうかみんな GNU じゃんとかそういう話をしてはいかんです。Xorg とかまあ、いろいろそうじゃないものも GNOME とかなんかデスクトップ環境なんかはまた GNOME プロジェクトのものですし、要はいろんなところで開発されているソフトウェアを持ってきて寄せ集めにしているわけですけど、それと翻訳も実は寄せ集めになっているようなことが、まあ、あったりします。どういうことかというと、例えば、まあUbuntu を使っているという場合ですけど、その Ubuntu にじゃあ入っているソフトウェアの翻訳したいって言った時どこで翻訳すればいいかというとUbuntu の翻訳プロジェクトかっていうと必ずしもそうでないと。別に Ubuntu にも翻訳プロジェクトがあってそこで訳してもいいんですけど、例えばさっき言ったバッシュですね。バッシュってシェルなんかですと Ubuntu っていうか Ubuntu バッシュは標準に入ってましたっけ。ダッシュですか。両方入ってます。両方入ってる。ログインシェルはバッシュです。はい、もうすいません、Ubuntu のことはここに座ってる人に何でも聞いても教えてくれますでそのバッシュっていうのはその GNU プロジェクトで開発されてるんですけど、それを持ってきて、一緒に配ってるわけですね。でそれと Ubuntu の翻訳プロジェクトでバッシュも翻訳できるようになってるんですけど、その上流であるその GNU プロジェクトというか、まあ、バッシュはまたちょっと違うんですけど、そのバッシュの翻訳の上流っていうのがあります。で
もし Ubuntu の翻訳のところでその Ubuntu に入っているいろんなソフトを翻訳するとその翻訳は Ubuntu のパッケージには反映されるんですけど、上流がある場合ですね、その上流には直接反映されるわけじゃないので、要は Ubuntu 以外のディストロを使っている人はその恩恵に預かれないと、まあ、それはあまり幸せじゃないので、できればまあ上流にこう翻訳を還元しましょうという話です。これ別に翻訳に限った話じゃなくて、あのコードとかでも同じなんですけど、でなのでまあもしよく、まあ、よく分かんなければ Ubuntu のパッケージ使ってるんだったら Ubuntu にちょっと相談するのが良いんじゃないかと思うんですけど、上流がある場合はまあなるべく上流にそれを投げましょうよと、上流の翻訳プロジェクトで作業しましょうよといった、ことです。で、ちょっと実演を今日はですねやっていきたいと思います。ちょっとさっき言った通り翻訳プロジェクトっていうのもいろいろたくさんあるんですけど、今日はその Ubuntu の翻訳でも使われているそのラッチパッドという翻訳プラットフォームを使って実演をしたいと思います。で、使う対象のソフトウェアはそのシナプティックっていうパッケージマネージャーです。パッケージマネージャーっていうか、ちょっとユニックス系じゃない人もいるんで説明した方がいいのかしらね、これは。これ、まあ、これ Ubuntu でシナプティックを起動したところです。 Ubuntu にはパッケージが死ぬほどあるっていうか、いくつぐらいあるんでしょうか。3万4万くらい、3万とか4万多分アプトキャッシュステータスとか見れば出ると思うけど、私そんなこの後知らんかったわっていうか、ステータなんだっけ、なんかあった気がする。スタッツか、なんか5万個ぐらいあるみたいなんですけど、まあ、とにかく5万個のパッケージがあるわけですけど、でそういったいろんなパッケージをまあ、インストールするとか何とか物々管理するときにですね、まあ、普通は apt-get っていうとても便利なコマンドを使うんですけど、そういうのをグラフィカルにやってくれる、まあ、とてもその初心者に優しいのかどうか知りませんが、そんなやつです。で、ここにこう左側にそのパッケージのジャンルが並んでて、で、その選ぶと、まあ、右側にはそのそれぞれのそのジャンルに含まれているパッケージがずらずらっと出てきて、で、これをインストールするとか、なんとか情報を持ってくるとか、まあ、いろいろ操作ができる、そういったまあ、優れものなんですね、多分これ。で、ちょっと今日はこれの翻訳を修正するとか、新たに翻訳するとかやってみます。なんですけど、その Ubuntu でも前標準で入ってたんですけど、今は Ubuntu には入ってません、これ。入ってないので、まあ後から追加でインストールして使う必要があるっていうのと、それから翻訳もその Ubuntu の、 ランゲージパックには入ってないです。なので、これから説明するのは Ubuntu の翻訳ではありません。ただ、Ubuntu と同じ翻訳プラットフォームを使いますので、やり方は、まあ、Ubuntu でもそのまま使えるかと思います。なので、まあ、ぜひ Ubuntu 使っている方は Ubuntu の翻訳に参加しましょう。で、これ起動すると、英語環境じゃない、これ日本語ですね。日本語環境で起動してやると、このようにパッケージのジャンルがつらつらっと出るんですけど、一番上に出てくるそのエデュケーションに書いてある、これ翻訳されてません。なのでちょっとこれ翻訳してみましょうというのが一つ。それからもう一つ、オーキャムですね。これ原文で起動してますけれども、でこれ日本語だとこれちょっと違いがよくわからないんですが、オーキャムの C 文字がですね、原文は大文字なんですけど小文字になってます。で、何細かいこと言ってやがんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、なんかそのこういうふうに書いてしまうと名古屋関西だったクラスに殺されてしまうらしいので、これも直しましょうと。で、これメッセージカタログがどんなふうになってるかなんですけど、まずエデュケーションの方、こっちは翻訳されてないので、原文だけが書いてあって日本語は空の状態です。それからオーキャムの方は、まあ、C が小文字になっているというそこだけですね。なのでこれをこんな風にまあ修正してやれば OK だと、 OK と。こっちに教育っていう翻訳を入れてやると。で、まあ、入れてやるというか、まあ、これメッセージカタログっていうのはこれただのテキストファイルですので、もうそのように直せば良いんですけど、重要なこととしてはこれはやっぱり実際のユーザーインターフェースに組み込んで確認してやる必要があると。なので、PO ファイルってただのテキストなんですけど、まあ、それは所定の場所にこうインストールしてやって、実際に起動してやって直ったかどうかを確認する、まあ、慣れないうちはこれやるのが大変あれだと思います。
あの間違えて別のメッセージを修正するとかいうこともあってはいかんのですですね。で、今あの手元でこう修正したでさっきのようなスクリーンショットがあるんですけど、自分のところだけこう直してもですね、あの、まあ、上の方が直ってなければ あれですので、これをまあ、あの本体に取り込んでもらおうというわけです。で、ちょっとせっかくあのシナプティックのネタを見つけたんですけど、ちょっと今シナプティック本家はとても残念な状態なので、一応ランチパッドが上流なんですけど、これが本家本物かっちゅうとあれかっちゅうかなんかあれみたいなんですけど、まあそのランチパッドでやりましょう。で、翻訳プロジェクトでどういうふうにやってるかなんですけど、これはプロジェクトによってやり方いろいろ違ってます。なので、その何か翻訳に関心があってとか、あるいはこう、翻訳間違ってるってツッコミをするときどうすればいいかなんですけど、それプロジェクトに違うので、やり方はまあそれぞれ確認していただく必要があるんですけど、まあ例えばそのそれをあのこのように修正したよってこうパッチをメーリングリストに投げつけるようなこともあればですね、いろいろあるんですけど、最近流行りなのがあのもう翻訳専用のウェブシステムがあって、あのそこでもうウェブブラウザでこうポチポチとやるだけで作業できるというものです。一見あの敷居が低そうですけど、まあこれはこれで問題があったりすることもありまして、その辺はお配りした今日資料の中でですね、あの、文通マガジンの記事の方、あの翻訳使用図の第2回の方に書いてありますので、あのまたちょっと後で読んでいただきたいと、今読まれると時間がなくなるんで、ぜひ後で読んでください。で、そういうウェブベースの翻訳システムってのもいろいろ種類があるんですけど、あのクートルとかフランチフェックスとか、今日使うのはその文通で使われているランチパッドというやつですね。これは、どんな感じかというと、こんな感じの画面になってます。で、これスクリーンショットなんで、スクリーンショットなんであれですね、実際のウェブブラウザでちょっと見てみたところなんですけれども、ソフトウェアたくさんありますので、その一覧が出てたどれるようになっております。で、見ますとこれどういうふうになってるかっていうか、さっきあのメッセージカタログがこんなふうになってますって、あの原文と訳がこう対になってますってのをお見せしたんですけど、単にそれをウェブページに持ってきただけのようになっております。番号がついてましてですね、あるので原文が書いてあって、で今も翻訳が書いてあって、でその下にこうあのウェブのフォームがあるわけですね。で、どうなってるかというと、例えば既に翻訳があるものであっても、あるいは新規に翻訳するものであっても、このフォームにこう入力してやってボタンを押せばその翻訳の提案ができると、そういう代物です。これはあくまで提案です。誰かがあのそれをよし採用と言って取り込まんことには取り込まれません。で、ウェブブラウザさえあれば作業できるというので、ちょっとこれで作業してみたいと。どういうふうにやるかですけど、まず、ソフトウェアによってものすごい数のメッセージがあるので、たどり着くのが、まあ、順番にリンクたどっていくのでは済みますので、検索フォームがあります。ここにあのメッセージのですね、キーワードを入れてやる。例えばその、まだ翻訳されてなかったエデュケーションですけど、エデュケーションと入れて翻訳あの検索してやると、何か、まあ、1個だけ言ってくるわけですね。原文エデュケーション、それからまだ訳されてませんので、ノートラスレーションレイエットとあります。で、ちょっとあの下の方にこれ、サジェスションページ出てくるんですけど、これ何かっていうと、あの他のソフトとか、まあ、あるいは同じソフトの中でもそうなんですけど、あの同じ原文とか似たような原文があるとき、かつそれが翻訳されている場合、その翻訳を参考としてここにまあ出てくるようになっております。で、まあ、場合によってはこれそのままあの採用してもまあいいんですけど、ちょっとこれちょっと今回ちょっとまあ分け合ってこっちに入力します。それからオーキャムルの方もすると、まあ1個だけ出てきますですね。で、今ですとその C が小文字になってますので、大文字に修正して、でボタンを押す。
で今どんな状態かっていうとですね、はい、まず、エデュケーションの方、ここにあの36秒前にそのような提案があったというふうに上がってきています。それからオーキャムの方も今のヤングはまあ C が大文字なんですけど、 C が大文字っていうのがやはりまああの提案されてますという感じでまあ出てくるですね。でちょっと Ubuntu のルールというか、まあ、ここ Ubuntu じゃないんですけどまあ翻訳もまあ間違いとかあり得ると。でどんだけまあ完璧超人でもですね、あの完璧超人っていうのはこの人のことなんですけど、実際の姿はこんな感じです。あの Ubuntu の翻訳で一番偉いあのマーボーブラックっていう人なんですけども、まあ、こういう人でもまあ間違いは起こり得ると。実はさっきあの左へ移動って訳したのはこの人だったりしますということで、まあ誰でも間違いがあるので、必ず他の人がチェックをするという、そういった運用ルールをUbuntu Japanese チームで、ジャパニーズトランスレーターズでは採用しているというわけですね。そこで誰かに、まあ、この翻訳を見てもらうといかんと。で、Ubuntu の翻訳ですと、まあ、この2人が最高幹部なので、最高幹部っていうか、その前にちょっと言っとかんとあれなんですけど、じゃあチェックしてもらうのはどうすればいいかということなんですが、Ubuntu Japanese チーム のウィキがありまして、そこにですね書くことになっております。Ubuntu Japanese Team Wiki というのがありますが、ここのコミュニティというところの Ubuntu の翻訳というページがありますね。でここにUbuntu の翻訳にあたって必要なこと、まあ、情報なんかがいろいろ書かれてますけれども、Ubuntu って半年ごとに新しいリリースが出ます。でここにもそのリリースごとのリンクがある。で翻訳もそのリリースごとに、まあ、やっとるわけですね。さっき のランチパッドを使うと、まあ、複数のリリースで同じメッセージが共有できたりするんですけど、でこれが来年じゃない今年ですよ、もう4月に出る予定の、Ubuntu 13.04、なんて読むんですかこれ、ラリングでいいんじゃないかなまあそれの翻訳のページです。でここにこう今後のスケジュールとか書かれてるんですけど、さらにその下の方にですね、翻訳対象 その、まあ、パッケージの一覧がこうずらずらっと書かれてたりとか、あとその、まあ、そういったそれだけじゃなくてこれどうすべみたいなこう議論もここでされたりします。でもしこのその何かそのこのパッケージを翻訳したらば、まあ、ここに書き込んでレビューよろしくというふうに依頼する。それがまあ正式ルールになっております。で、まあ非常手段としても、いやもうリリースの締め切りまで時間ねえよとか、あと些細なですね、明らかなこう誤字訳したのをこんなの書くのみたいなあれがあるんであれなんですけど、一応非常手段としてはツイッターでよろって書くという手がありまして、でそれを頼む相手はじゃあ誰がいいだろうかと。で Ubuntu の翻訳はその採用権限を持っている人が、30人ほどいるんですけど、そのトップがこの2人です。なのでこの顔を見つけたら、もしツイッターでこんな顔が見つかったらですね、この人たちに頼むのがまあスムーズなような気がするんですけど、で今日もだから翻訳デモをやるので、ちょっとこの人たちにレビューしてよって頼んでみたんですけど、この今の時間帯忙しかったので、まあ、30人の残りのうちの人たちの誰かに今頼みたいわけですね。おらんかった、まあ、こういった人たちもいるんですけど、ちょっとアイコンが顔じゃないので、やはりちょっとこの人に頼もうと思います。でこの人誰かというと、そこにいる人なんですけど、あれですね、Ubuntu の本とか書いてる水野さんって人です。で、この人に頼めば、まあ、きっと間違いがない。でこの人は EMAX 派にしてタケノコ派なんですね。私キノコ派なんで、これはちょっとひょっとしてねみたいなことがあるので、ここはなんかあれしないかと。でさっきメッセージカタログっていうか、それは PO っていうファイルなんですけど、あれってただのテキストファイルですので、別に自分が使い慣れてるテキストエディターを使って編集すれば良いです。なので、まあ、Unix なら ED っていうエディターが標準でついてますので、それで編集すれば良いですし、VI とか EMAX とか使っててそれに慣れてるって人はそういうものでやればいいと。で
じゃあ VI でやろうかという話なんですけど、終了の仕方がわからない罠とかありますので、使い慣れてない人にはお勧めできないと思ったら、そのなんかビムはこんな親切すぎるメッセージが出てきて、こんなもん VI じゃねえよと。あと Emax もやっぱ終了の仕方がわからない罠というのがあるん で、そういった方にはこういうの GUI な PO エディターっていうのがあります。これ PO エディットっていうんですけど、これはこういうグラフィカルな画面でメッセージカタログの編集ができますので、こういったもの、あと、PO エディット以外にもいっぱいあります。なので、良さげなものがあればそのようなものを使えばよいかと思うんですけど、で、ちょっと時間があれなので、メッセージカタログ、さっきも断片的には お見せしたんですけど、こんな感じでそのソフトに入ってるメッセージが全部ここに含まれてます、これ日本語用のメッセージカタログなので、原文と日本語が対になってるんですけど、で日本語以外にも各原文が含まれているので、いろんな原文に対応しているわけですね。でどうすればいいかなんですが、これはあれなんですっていうか、すみません、順番逆じゃん。テキストのやり方説明した上でそのラッシュパッド説明するはずが逆になってるので、いいや、テキストの時はこんな感じでですね、こんな感じで、で、保存とかやるわけですが、あるいは、やっぱちょっと VI の中で編集するとちょっとへそ曲げられるといけないので、Emax ですよね、ここは。こんな風に書き換えてやる。で、でさっき説明したみたいに、これを実際のシナプティックに組み込んで問題ないことを確認した上で、ランチパッドに書き込んでみるというのが良さげなやり方です。で、ランチパッドなんですけど、こう左上にこう虫眼鏡マークがあってですね、これがその個々のメッセージ の URL になってます。なので、さっき右に書き込むときもそうですし、あるいはメーリングリストとかに出すときも、ここのリンクをのアドレスを送ってやればよい。で、ツイッターで依頼するときもそうですね。このマーボーブラックの悪口を言ってるじゃん、どうしましょう。でコミットよ、これだけだとさっきも言った通り、その字面だけ見たら何の翻訳か分かんないってことが結構あるので、これはウィキとかメーリングリストとかに出すときも同じなんですけど、これがそのどういう状況で表示されるメッセージか、再現方法を書けばいいですね。このソフトでこんな操作すれば出ますとか、あるいはこういう状況で出ます、で自分はなんでこういう訳にしたのかとか、修正の場合もなぜこの元の訳じゃいけないのかってことを、説明するのが良いです。良いですっていうか、別にそれは学レポート一般の話でございます。ということで、目の前に本人がいるんで全部分かってますけど、一応そこは書く。それからオーキャンですね。こういうふうに依頼をすると、身近にそういう知り合いがいれば、あれですけど、そうじゃなくても別に取って壊れたりは多分しないので、とか、これは別にビキとかメーリングリストもそうなんですけど、そこは気軽にですね、その提案をしていただきたいと思うわけです。で、土下座写真が、誰これ私ですよ、これ。
でちょっとそれを待ってる間にあれなんですけど、お配りした資料のうちその産馬側のコピーじゃないやつですね、それがあの今日いくつかお見せしたあのスクリーンショットとかの説明を載っけてますけど、一番それの最後のページに、その参考情報になる URL をいくつか載せておきました。あの Ubuntu の翻訳ルールであるとかですね、今言った Wiki のアドレスなんかも、そこに載っけておりますし、あとあの今日お配りしたその Ubuntu マガジン、これの PDF もの配布元であるとかですね、それからあとあのマーボーブラック、このマンゴーブラックがその翻訳についてこう優しく解説している記事がこうあのこれは ASCII.jp にあの昔載ったんですけど、その辺のアドレスとか載ってますので、まあぜひそこを参考にしていただきたいと。でその紙の URL 売ったんでそのもの使えるかっておっしゃると思いますので、あのそのファイルはまた OSC のサイトに置いてもらいますので、まあそちらをよろしければご覧くださいと。でOK にようときましたね。ありがとうございました。で、OK という返事が来たので、じゃあどうなってるかと見てみますと、まずあの未役立ったエデュケーションの方、ここにあのカレンダージャパニーズとして教育って言葉が入ってます。それからオーキャムルの方も直ってますね。さてでこれで何が起きるかということなんですけど、多分そのこの Ubuntu で次のバージョンになるそのシナプティックではこれが、直ってるんじゃないかなとかですね、ちょっとあのいろいろありまして、そのここのランチパッドでやった翻訳がいつ反映されるかっていうのもちょっとソフトによっても違ってきますし、あのあれなんですけど、速度に反映されるとは限りません。例えばあの Ubuntu のランゲージパックに入っているソフトウェアですね、あの Ubuntu で標準に入っているようなものです と、ランゲージパックはそのソフトウェアとは別のパッケージになってまして、そっちの更新というのは、まあ、あの割とゆっくりだったりします。なので更新されるのがその、まあ、翌月とか翌々月ぐらいになってくるようなあれかもですけど、それからあとあの、まあ、ここはあくまで翻訳作業用であって、またあの別のリポジトリにコミットが必要とかそういったポリシー取ってるものもあります。なのでまあそれが即座にその使えるソフトで反映されるかっていうとまた別の話ではあるんですけど、まあとにかくこれであのシナプティックが修正されて、あのシナプティックユーザーがどのぐらい幸せになるかと、あの少なくともその名古屋コアイクラスターに殴られ続ける人は減るんじゃないかというですね、いうことであのまあみんな幸せになったであろうと。でこんな感じであの普段ですね、何かこうソフトを使ってて気づいたことですね、翻訳が明らかに間違ってるなんてのはもちろんなんですけど、まあ、訳として間違ってないけれども何かこう日本語としておかしいとか、もっといい言い回しがあるとか、あとは本当に誤字とか脱字みたいなレベルも結構あると思うんですけど、もしそういうに気づかれたらそのぜひそれを、その翻訳プロジェクトに対して報告していただきたいということなんですね。実は翻訳プロジェクトにこうあのフィードバックっていうのがほとんど来ないというとても悲しい状況でありますので、それで翻訳クソイクソイとこうあの2ちゃんとかだけに書かれると、まあ、大変そのへこむというようなことがあります。ですのでちょっとお願いしたいこととしては、まあ、もちろんバリバリ翻訳やるぜっていう方はぜひそうしていただきたいんですけど、そうでない方もですね、こう日本語化されたソフトを使っているときに何かこうその日本語で問題点に気づいたら、それをその翻訳プロジェクトに知られてほしいと。例えば今日あの今そこ入り口に入ってきたあのリブレオフィスのすげえエロい人なんですけどリブレオフィスでもあのそのクソい翻訳撲滅キャンペーンみたいなのを実はやってます。これはあのオープンオフィス .org からあの翻訳を引き継いでるんですけど、まあ、変な翻訳もあるんでそういうのをガンガン直しているってこともありますので、でまあ、明らかな間違いとか誤字とかだったらまあ、 あれなんですけど、まあ、提案の中にはもちろんそれが採用されないってこともまあ、 あり得るんですけれども、あの、まあ、それもそういうことがあっても、まあ、ぜひ そういうのはお知らせしていただきたいみたいにいうふうにまあ思います。ということで時間になるというかあと1分ほどありますが、何かご質問とかありますか？ないですか？IDはい、メッセージ ID を ゲットテキスト。メッセージ ID は普通英語ですっていうか、ゲットテキスト自体 も、まあ、もう国際的なものですから、実はあの原文日本語っていうのを作ってもいいんですよねっていうか、もう IPA というそのけしからんあの悪の組織が配布してるあのアプリがそんなになってまして
あったんですよ。ちょっと前に IP がなんかその脆弱性を何かするアプリ配りましたみたいなプレスリリース出してて、あの持ってきて見てみたら、あのまずその原文が日本語になってると、でこれ国際化対応してますキリッとか書いてあって、でメッセージカタログがあの一応英語だけ入ってたと思うんですけど、原文がメッセージやりが日本語でメッセージトリングが英語になってるという、なんかものすごいものになって英語、あで別に英語である必要ないわけですよね。それはそのなんだ、英語がまあ一番あの使いやすいというか、あの共通に使えるからそうしてるだけみたいな。だからリブレオフィスなんかもどうなんですか、コメントは割とドイツ語だったと思うんですけど、翻訳を頑張って英語にしてます。ですよね、あのドイツ語を頑張って英語に翻訳してそれを今度はやるみたいな。ありがとうございます。すみません、はい、実は関わってるプロジェクトの原文は日本語です。そうですね、もちろん日本が本拠地であるとか日本人がとかだったりするとあれとか ありまして、まあ、まあ、なんていうか、うんと、すみません、まあ、割とそのそういう国際的な開発体制を取っているところだと、まあ、英語標準語ってところが多いというだけの話ではあります。申し訳ございません。プロプラの、はい、プロプラのあクローズド、はい、ソースのプロジェクト で国際化したいときに、はい、あのなんですけど自分たちのコアメンバーで、はい、あの英語に英語がなんか達者な人じゃない人が多いと、もういっそ日本語でやっちゃえ。なるほど。実はその私もすみません、プロプラな世界とか、まあ、Windows な世界とか全然分かってないんであれなんですが、どうなんですかね、ちょっと申し訳ございません。なんか、うん、いい、あのそこまで作らない。質疑がどんなかなと思ったので十分。はい。まあ、ちょっとじゃあ時間なんで終わりますが、あのこの後3階にもブース出してますし、夜の懇親会にも出ますので、何かあの、まあ、質問とかあるいは言いたいこととかもうお前の説明こうだからやめてしまえでも結構ですので、あの何かありましたらあのお気軽にお声掛けいただければと。で、あと私、まあ、この独自絵は私一人で今日出してますけど、他に翻訳やってるようなあの他のブースとかでもですね人がまあいましてですね、例えばあのそこに座ってる水野さんってあの今日はデビアンのブースに出てますけどとか、そういうのもあるんで、もしあの今日出てるブースで関心があってこれの翻訳とかやってみたいとかあれば、まあ、そこのブースの人に相談するとなんか私なんかよりはもっといい答えが返ってくるんじゃないかと思うわけなんで、まあ、あの今日はまあゆっくり OSC をあれしていただければと思います。どうもありがとうございました。